とこちら手前の白いテープの授与所の方で、お持ちください、そこでボールと福持ちを交換いたします。選手の皆様にこちらの舞台に出てきていただきたいと思います。皆様盛大な拍手でお迎えくださいませ。それでは本日ご奉仕していただきます選手の皆様をご紹介いたします。体の開きが早い変速気味の投球フォームから繰り出す最速153キロのキレッキレのストレート、しなやかな腕の振りから繰り出すスライダー、カットボールを武器とし、昨年はルーキーにして6勝、左肘の怪我を乗り越え今季も元気なくボールを見せてくれ、2017ドラフト1位、人生オリックス期待の星、名島大輝投手。186cm の長身から投げ下ろすマックス154キロのストレートは破壊力抜群、昨年のフェニックスリーグでは6回4安打無失点9奪三振とほぼ完璧な投球を披露、今季は名前の通り三振の山を築いてくれるでしょう。2年目の活躍をマジで期待されております。誕生日は私の母と同じ1月21日生まれ、2017ドラフト2位、計鈴木投手。50m5秒8の俊足、二塁送球 1.8 秒の強肩、捕手と外野手の両方をこなし、走攻守総合力の高さが持ち味。オリックス入団記者会見後レーシング手術を受け、自己資金40万を投じた結果、裸眼の視力は 0.1 から 2.0 にまで向上、西村亮選手。遠投 110m の強肩、高校時代から趣味として筋力トレーニングに取り組んでおり、高校在学中には背筋力270キロを記録、体脂肪率はなんと 4.9%、 しかしながら趣味は腹話術。元気爆発日誌こと西浦隼人選手。こちらの選手も 50m5秒8秒、俊足攻守の内野手、何より最大の特徴は相手が放った打球が体の中に吸い込まれていくように見えるフィールディング、無駄に急がずちょうどいいタイミングで打球と設定を作れるリズム感は天性のものか。2017ドラフトの格下は発見、広沢慎也内野手。164cm 70kg、ストレートには伸びやがなく変化球にもキレがない、しかしながら今年度は10キロ減量し肉体改造に成功、大阪天満宮では主に司会業で活躍、明るい笑顔がセールスポイント、何のために鍛えているのでしょう、マッスルスマイルこと私中村権力です。取り乱してしまいました、大変失礼いたしました。それでは以上5名の選手にお越しいただきました。それでは選手の皆様には今シーズンの抱負などを踏まえ一言ご挨拶を頂戴したいと思います。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、オリックスバファローズの選手は気がなく頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、2年目のケイスズキです。さんと金子さんの、空いた穴を自分のパジャマで埋められるように、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは、2年目の西村です。来シーズンは、皆さんの、記憶に残るような、プレーを一つでもできるように頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは、ウィッツバファローズの西村隼人です。今年は去年よりも1試合でも多く1軍の試合に出て活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。こんにちは、広沢慎也です。今年は1日でも早く1軍の舞台で活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。選手の皆様ありがとうございました。それでは早速福田の秋を開始したいと思いますが、本日は記者の方々がお越しでございますので、皆様をバックに記念撮影を行いたいと思います。記者の方、ご準備のほどよろしくお願いいたします。
タルって言ってこの時間作るって毎回毎回これやってんそれではご準備のほどよろしいでしょうか。福田ママキを開始したいと思います。それでは選手の皆様よろしくお願いします。どうぞおいい距離いい距離こっこっお持ちの袋を開けていただき、中の紙を出してください。